今、アメリカの弁護士資格をそれで取って、で、今、こちらには、日本の会社の、派遣で来てるんですけれども、インハウスという社内弁護士の仕事をしてああ、そうなんですか。そうすで、ずっと同じ会社なんですか？ずっと同じ会社なんですよ。日本で入って、それからシンガポールに行ったっていうこと。そうです。今日、明日が、ちょうど6年目のアニバーサリーなんですよ。で、ちょっと海外行きたいんですっていう、印象をずっと会社の中に植え付けていってですね、それで、このチャンスいただいたっていうような感じです。ああ、そうですか。でも、パシフィックの地域統括会社っていうところがシンガポールにありまして、で、そこの、法務、リーガル&リスクマネジメントのジェネラルマネージャーっていうポジションなんですけれども、地域の統括会社なので、シンガポールのみならず、リージョンとされているところの、法務およびコンプライアンスについて、その体制を敷いていく、で、実務を回すっていう、まあ、私の中ですごくキャリアのエクスパンションだなと思ったのが、日本にいる間ってすごくその法務の専門的な仕事を主にやってたんですけれども、こちらに来てからは主に組織作りなんですよ。で、もともと、日本にしかなかったね、リーガルの組織っていうところを、シンガポールに作って、で、まずそのシンガポールでその体制を作り上げて、で、それを今、管轄しているのがマレーシア、タイ、インドネシアで、日本の会社ってインドもアジアパシフィックに入れちゃうんですけども、そのインドで、それらの国について、どうやってそのリーガルの組織を作っていくかみたいな、そういう仕事をしてるので、そこが自分の中でもすごく発展で面白いなと思ってるところです。で、そのバーチャル組織なんですけれども、シンガポールがハブでありながら、レポートラインは、各国からシンガポールに回してっていうような組織を作っていくだとか、そういうようなことをやってますね。今だけどリスクとかすごく話題っていうかね、いろんな意味で、ホットなトピックだから、それで地域っていうか、アジアはもうそれに加えて一番ホットな地域だから、地域はすごく面白いってたくさんあるだろうし。もういわゆる日本の会社がグローバル化する上でつまずく問題っていうのをまずぶつかってまして、で日本って、いわゆるそのハイコンテクスト文化って言われていて、言わなくってもわかるでしょう。で、行間を言って、いろんな目次のルール、アンリトゥンなルールがあって、で、その中で求められていることを感じて、で、それに、合った行動をしていきなさいみたいなところで、みんな動いちゃってるところがあるんですけれども、海外に行くとそれって通用しないんですよね。で、あと日本の組織の中では、ある意味皆さん従順であったりだとかするんですけれども、海外の組織だとそれがなぜ必要なのかっていうのを納得しないとやってくれないんですよね。で、行間を言葉にして、で、なぜこれが必要なのかっていうのを説得して、反論があるんだったらば、それも聞いて、で、必要なアジャストメントしながら、地域でできる形にしていくだとか、そういうところに難しさと面白さを感じています。で、それでけんけんがくがく現地の人たちと議論して、それによってすごく仲が深まったりだとか、そういうこともするので。ああ、そうですか。シンガポールはすごく住みやすくて、すごく統制が取れてて、すごく、簡単な言葉で言っちゃうと、いい国です、本当に。あ、そうなんだ。すごく感銘を受けました、この国には。だったんですけれども、2015年の3月に、この国の、ファウンダーであるリー・クアンユーさんがお亡くなりになられたんですよね。で、その時に、立ち会えて、で、ずっとテレビでリー・クアンユーが何をしてきたかっていうことを流していてですね。で、シンガポールっていうのはもともとマレーシアから追い出されちゃったんですよね。で、
マレーシアはこうやっぱりちょっと民族でいろいろ差があるから、うん、特定の民族優遇してやっていこうみたいな政策をやってた時に、まあ、リコーンにはいやいやもうみんな平等にやるんだみたいなことを強く言ったら、じゃあお前出ていけって言ってこう追い出す、ええ、でその時に有名なこうリコーンがこう、ま、シンガポールが独立しますっていう記者会見で15分涙を流して一言も喋れなくて、うんうん、でこの国は大変な危難にありますと、うん、この国には人もいない資源もない、うん、こんなに小さなことしかない、うん、でこの中で僕たちやっていかなきゃいけないんだっていう、うん、彼のその危機感に満ちたセリフを聞いて、まあ、シンガポール人は皆さん多分すごい頑張らなければって思ったんですよね、うん、きっと。で、まあ、ちょうど、50周年の時に亡くなられたんですけれども、その50年で、まあ、こう、世界で GDP ナンバーワン。で、こう、いろんな、こう、グローバル企業の、アジアの本社を招いて、で、金融のハブになってっていう国を作り上げたので、まあ、すっごい、こう、危機感を持って自分たちはこのグローバル社会で生き残らなければいけないっていう思いでやってきたというのが今につながってるんだなっていうのをすごくこう実感してますね、6年ここにいて、うん、今でもそんなところはあります。でそのために多分教育制度を作ったんですよね、シンガポールは、はい、人が財産だっていうことで、うん、国家予算の 30% を教育に費やしてるんですよ、うん、日本も本当数パーセントぐらいだと思うんですけども、はい、で、とにかく、こう、まあ、厳しいんですけどね。うん、ヨーロッパの制度を取っていて、もう中学入学の時から選抜試験があって、はい、でその時に、次のルートが決まっちゃうんですね。うん、あなたは大学、うん、あなたは専門。うん、まあ後でちょっとこう、復活ルートとかもあるにはあるんですけれども。で、まあ、とにかく、その、エリート教育をする。はい。で外国語も英語がこう公用語 で、うん、で第三外国語までやる。で大体そのかなりなこう資源を教育に回してるので先生もすごく優秀で、まあ、外国語も第二外国語ぐらいまでみんなベラベラに喋れるようになるような、うん、教育学校でやってるんですよね。で、まあ、君たちはこう世界で通用する人間にならないといけないんだ、うん、シンガポールだけで。でまあ、そういうことを常にこう伝えてこうやっているのでもう皆さんすごく自信にあふれてますし、うん、自分たちはこう欧米人に引けを取らないんだっていうようなこう、うん、自信を持ってこういらっしゃいますね。皆さんその生活がしやすくてで空港までが近いんですよ。2、30分で空港行けるので週末のこうレクリエーションはもう海外にちゃうんですよね、うん、だからちょっと今週末プーケットに行ってくるって言って、飛行機に2時間ぐらいなんで、うん、で週末、まあ、3連休とかあったら2泊して帰ってきてとか、まあ、そういう楽しみ方がすごくできますね、うんうんうん、なるほどなるほど。であれですよね、デジタルがすごい進んでるし、はい、統制が取れてコントロール、まあ、だからそれ嫌う人もいるけどね、あまりにコントロールされてて嫌だって、ね、それはよく言われてた話だったんですけれども、うん、今回コロナに関しては、うん、それがやっぱりうまくいってるんであろうと思います、毎日会社に行くのに検温される、もう毎日こうビルの入り口で体温を測られて、はい、会社でもこう自分の体温1日2回測って申告してってやってて、うん、で、もう3月の途中からは、最初10人ぐらいまでの、外食の人数、うん、外食の人数10人ぐらいまでに絞って、で、まあ4月の7日から、いわゆるこう、必需品のスーパーだとか薬局だとかそういうところしか入ってない。うん、で、同居の家族以外とは会ってはいけません。うん、で外出はその必需品の買い物と近所のジョギングだけです。状態になって、うん、で結構罰則が厳しかったんですよ、うん、でシンガポーリアンだと、まあ、ジェイルに入れられてる方もいますし、うん、外国人だとビザの取り消しですよね、それに違反したら、うん、で
24時間以内に国外退去で二度とにシンガポールに入国禁止っていうかなり厳しい措置が取られていたので、まあ確かにそこまでやるかっていうのはあったけれども、うん、だけれどもこう政治家からのこう情報発信っていうのがすごく誠実で、でファッションに満ちてるんですよね、うん、もう我々は今苦難にあるのでみんなで努力これを乗り越えなければいけない。で、まあ、定期的にそういう首相のスピーチだとか担当大臣のスピーチだとか、まあ、そういうものを流していって、後に首相がこう声明を発表して、でこれは長く続きますと、うん、で世界が変わりますと、うん、であなたたちの中にはこう今までやってた仕事をもう失う方も出てくるでしょうと、うん、でだけれどもあなたたちはそれに対して準備をしなければいけない、でもうキャリアチェンジも考えなければいけないと、うん、でそのための支援は政府はするので、うん、あなたたちも変わる努力をしてください、結構厳しいメッセージなんですけれども、うん、もう強くなれ、Be Stronger っていう、うん、まあ、でこう我々はその建国から、まあ、この国を乗り越えてきたんだから、うん、今回もできるはずです。で、まあ、それを乗り越えることによって、まあ、我々はもっと発展する、そういうことができるはずなので、うん、まあ、一緒に頑張りましょうっていうようなかなり力強いメッセージを送って、うん、それもまあすごいな、この国はって思いますね。うんうん、なので、まあ、そういう、ある種、こう、誠実で高潔な、こう、政府がやっている、うん、こう統制なので、でおそらく裏でものすごい議論をされて、うん、で何がこの国にとってベストかっていうことを、うん、まあその政治家の方とか大臣クラスの方とかは本当に考えてるんですよね、きっと、うん、この国のことを、うん、でまあそれが見えるので、うん、国民もある程度納得はして、で自分たちの国のためにこれだけ働いてくれてるんだから我々も努力しようっていうような、まあ、形で、うん、従っているっていうようなところは見えますね。うん、なるほどね。ちょっとリーダーは 何かっていうのはちょっと考えさせられました。政権がこう一つの政党でもう建国以来政権交代せずずっと続いてますっていう、うん、でまあ、最初はリー・クォンユーがずっと長い間首相でしたと。で、まあ、その間ちょっと違う方も入りましたけど、今息子さんのリー・シェンブンさんが首相をやっていて、まあ、ある種一つの長い政権なんですね。だから、まあ、企業で言うと社長がずっと変わらない状態で、はいはい、こうかなりロングタームな視点を持って、うん、やってるんですけれども、とかくそう長く続く政権腐敗をする、うん、ことがあると思うんですけれども、うん、それを腐敗させずにこうやっていっているそのからくりは何なんだろうなっていうふうにちょっと私も考えたり、特に今回すごく考えたりしました、ね、うん、まあ、やったんですけれども、まあ、普通の企業だったら10年20年かかるでもこう実用化できない技術なんてこうもう途中で追求を諦めてしまうっていう形なんですけれども、まあ、それがその国にとってのまあ、大事な資源であったので、まあ、そういうところについてはロングタームの視点でやるっていうのを持ってるっていう、そういうところはすごいなと思います。なるほどね。